鹿児島県、南薩摩市の秋目浦です。道路のすぐ上に、鑑真和上の記念館がありました。鑑真和上は12年の歳月と6回目の渡航によって753年に日本にたどり着いたといいます。その時の上陸地点がここ秋目浦だったということです。日本に戒律を伝えようとして何回もの船の遭難で潮が目に入って盲目になりながら諸子を貫徹したという鑑真和上の話は有名な話です。当時の日本には戒律を授ける僧はいなかったために、唐から招聘したいと僧2名などが唐に渡ったんですね。そして鑑真和上に巡り合って日本への渡航を願い出たということです。鑑真はその後奈良に向かって唐招提寺を開いて立宗の開祖となったということです。枕崎市を通ってこの薩摩富士開聞岳を見ました。何度かこの近くまで行っているんですが、そして登りたいと思いながら未だそれを果たせずにいます。またそのうちぜひ登りたいものです。指宿に入りました。ここ指宿は菜の花がですね非常に有名なんですね。早い時期に咲くと、私がこれ伺ったのは1月の20日過ぎでしたけれども、こんな風に菜の花が咲いていました。このお二人のご婦人は、私が菜の花の写真を撮ろうと思って車から降りている時にちょうど散歩をしていて通りかかった方々です。お二人が仲良しのお友達であっていつもこうして揃って散歩するんだというお話だとか、私が車で日本一周の旅をしていますというそういうようなお話をいたしました。どうかいつまでもお元気で。